はい、どうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。信長の野望、新生 PK。 母の愛は海より深し。もしも三条夫人が武田の反乱分子をかくまったら、三条の方編、続きをやっていきたいと思います。はい、武田のね、反乱分子ということで、武田家を裏切った武将、見限った武将たちをね、岩殿城に三条の方がかくまって独立した状態でですね、甲斐武田家とね、並ぶ勢力まで成長して、実の息子の慶喜に、家督を譲っていきたいかなという形で始まっております。はい、前回はですね、八幡城狙ったんですね。で、威風を起こしまして、新田金山八幡城っていう感じで落としたんかな。岩村もその時に落ちたんかな。で、成田家を攻めたわけですね。その途中で、上杉謙信からね、攻められましたが、信玄から兵士を借りてね、撃退しております。はい、今回の三条の方編はですね、寿命が結構迫ってきておりまして、あと1年か2年ぐらいで亡くなってしまうということなので、それまでにね、勢力をできるだけ伸ばしてきたかなというふうに思っております。今回は北条行きましょうか。武将を手に入れたいのが結構なんですけどね。武将は欲しいんやけど、しゃあないな。一回攻めて帰って内政して、もう一回攻めるってなったら寿命結構厳しいね。一発北条えぐりましょうかね、まずは。動揺が1ヶ月ぐらいあるので、1ヶ月間ちょっと内省しましょう。それでは、舞台を引き返していきたいと思います。お、来ましたね。北条が今川を呼びましたね。これは北条が一気に攻めてくるぞ。今こそ武を示す時ぞ。北条氏康出陣、2万、滝山城狙い。なるほど。さあ、北条が攻めてきましたということでね、武田から防衛の部隊呼びましょう。滝山、藤安が3600、あとは、こんな遠くからも来るんか。意外と集まらへんかもしれないですね。できれば威風で敵の城を落としたいけど、それは厳しいかな。よし、じゃあ防衛の部隊呼んで、うちの部隊も集めていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。滝山城にかなり向かってきている。喜ばしいですな。威風の中とかね、発生させて一気に近づいてきている部隊を打ち出したいですね。今ここに来てるのは5、6部隊か。この部隊を入れないといけないですね。で、武田から借りた部隊が、こう、滝山まで来るなら、この部隊をここに来るまで待って、ここで接敵かな。やな。滝山城までは一気に来ない。
敵を蹴散らさ。さあ見てきましょう。百人したぞ。みんな戦に備えよ。9対9、ほぼ互角。行きましょう。氏康もね、もう晩年の顔ぐらに変わってますね。氏康もあと1年ぐらいか。さあ綱重も出てきている。両軍ともにね、だいぶ小さい部隊同士の戦いになりましたね。お命令とは忍びを遠。みんな、行きますよ。どう動きましょうか。了承、せいしますよ。敵を敵陣してしまえ。槍にて敵陣を破るぞ。はい、まずは一番槍、長、成田。急ぐぞ。了承とらめ。成田、長安。やろうとかやるぞ。攻撃は入れますね。力を見せてみろ。でも、宇治国部隊がちっちゃいから、このまま行こう。敵を退けましょう。中央は取れる。ここは取らしてもいい。目を止まり敵の対応を遮ってしまい、池口も狙いに行きましょうか。あ、いや、目を止まり、長山、独地へ行こう。え、欲しいのか。敵の対応を狙いに行こう。やったぞ。よし、よし。ここに行くぞ。足を動かせ。足をできるだけ挟みたいですね。せーらよ、力を振るえ。決めていく。共に勝ちをつかみ取らん。敵を叩くぞ。お命令を。じゃあ長坂、皆の者、退路を塞ぐぞ。氏康がめっちゃ前出てきてる。絶景だ。我が先方の前には物の勝手はないわ。戻らしといて。よし、じゃあ軒口狙う戦いになりそうですね。ここに援軍を向かわせたい。今が好機ですか。はは、急ぎ軒口を守ります。どう動きましょうか。みんな行きますよ。我が軍力、今こそ披露してくれようぞ。軍が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。やりました。よし、行きましょう。敵を退けましょう。こちらに敵の退路が狙い目よ。はい、風魔小太郎を倒しました。ここが敵を打ち果たす時。さあ今です。綱重が抜き口に向かい始めたか。ここに、これを見逃しを守る。今が大きです。ここで勝ちを引き当てます。今が大きです。今が大きです。おじい、今が抜き口を守るには得策。敵の隊を閉ざさせてもらおう。わかりました。我が戦法にて崩れるがいい。ここが敵を打ち果たす時。やっぱ成田、間に合ったか。今です。間に合った。あぶねー。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。撤退？マジで？早っ。そんなことが。やっぱ出撃するとしよう。ご指示が敵に痛手を与えます。ここ殴り始めた。ここも殴り始めた。さあどうなるか。我が軍力、今こそ披露してくれようぞ。
今こそ勝機です。ここで勝ちを引き寄せます。先に落とせるから、この分裂にて勝機を掴み取ります。これで長坂を準備に敵を消します。我が方が優勢ですぞ。結構微妙な戦いになっちゃいましたね。勝機です。厳しき戦ですね。我が前に立ちふさがる者らしい。だけ散る。あ、ここ挟んでおいてよかったわ。敵が勢いづいておる。そこの一箇所はね、取られると思うんですけどね。よし、その前に真ん中取りましたね。オッケー。さあ、軒口をね、二箇所取りまして、敵の士気をなくならしました。勝ち時を上げるので、初戦勝利。これで威風どういう風に広がるかやな。さすがに防御やから城は取れないでしょうね。我らの勝利を風が運びましょう。うん、城は取れない。まさか、ありえぬ。今川出て行ってるけど、信玄に攻められてますよ。大丈夫？上泉信綱が入ってくれる。貴殿を主と仰ぎましょう。よし、じゃあ見ていきましょうか。敵は帰りましたね。城を落とすぞ、続け。じゃあ、防衛に来れないからもう攻め落としましょう。江戸城、小机城、玉縄城あたりを攻めましょうか。もう城代とかも出していこうかな。いかがしましょう。城を攻める。行きましょう。行きましょう。お、佐竹がいいタイミングで北条攻めましたね。それで帰ったってことかな。さあ、小机城の包囲は始まっている。包囲で落とせそうですね。さあ、江戸玉縄も包囲していきましょう。続け。城なぞ早々に奪ってくれる。そして里見も動き出す。里見が岬来ちゃうか。里見と戦わないといけなくなりそうですね。まあ、その前に北条が怒られてしまうでしょうね、これは。はい、見ていきましょう。さ、三条が包囲。兵糧も結構危なくなってきた。この城はいただきました。はい、まずは小机城が落ちました。よし、弾をくれてやるわい。感謝いたします。はい、続き見ていきましょう。強行に一旦変えてみましたね。やっぱし、直ちに騎乗するのだ。これはもう諦めよう。どう動きましょうか。ちょっと一旦厳しいわ。お指図願えますか。耐久の減りがね、ちょっと甘いんでね、一旦帰りますね。
兵糧も立て直してもう一回北条攻めをやりたいと思います。はい、それではですねもう一度行きましょうかね。お、防衛拠点とかにしてる。なるほど。とりあえず江戸城をこっちの方の部隊で攻めて、玉縄をこっちの方で攻めると。武田から兵は借りれるかな。話すだけ話してみよう。うん、届かないね。おめれよ、城攻めよ、ついてまいれ。はい、部隊出し切りました。これで玉縄城と江戸城を落としてしまいましょう。この城を攻めます。サクッと行きたいですね。案がございます。よろしいですか。さあ北条の防衛の部隊が動き始める。強行で行って大丈夫かな。2000が向かってきてますからね。一旦包囲かな。こちらに。さあ行きましょう。あの者、戦の支度だ。玉縄が8000になった。行こう。さあ氏康と綱重の舞台かな。うん、ここはもう倒してしまってですね、玉縄を落としましょうか。え、王将手入れぞ。ここにお指図を頂戴したく。王将制する。続け。おいしい。どう動きましょうか。いいな、行きますよ。要所を制するのだ。それは少々ここに行くぞ。足を動かせ。よし、ここへ。こちらへ。我らの恐ろしさ。はい、一番やりは見せてくれ。小山田信繁。やったぞ。そこは高台からの攻撃は届いてますか。届いてないね。我が策あらば負けぬ。皆も力を振るうのだ。お下中、向かうは敵の泣き口ぞ。いざ、赤子をこの戦場に示さん。行きましょう。行きましょう。兵を動かします。おげち。よし、綱重倒しましたね。ここよ。じゃああとは混乱を打ち込んでね、ジャスを倒してしまいましょう。お指図を頂戴した。やりました。こちらさあ行きましょう。いざ、混乱をまず入れていく。この戦場に示さん。おめれよ。ここは私の戦法にて制止。行きますよ。我が軍略、今こそ披露してくれようぞ。これこそ好機。同士打ちやったっけ。さあこれで結構減らせるんじゃ。オッケーオッケー、だいぶ減らした。相模の筋が行くぞ。もう一発行きましょう。ただ我の向かうところのみを見よ。こちらに敵の退路を封じます。はい、2発目行こう。ここを私の戦法にて制します。強撃と混乱、行きますよ。どう動きましょうか。おめれよ。
我が策にて仕上げと参りまし。一強撃で倒しまおう。はい、イジアス倒しました。さあ、あとは城2城落としてね、今回はそれぐらいまでですかね。こっちの1900は減らせれてる。援護に行きたい。はい、山縄城落としました。よし、兵糧ある部隊をね、援護に送りましょう。の舞台はいけるな。敵はよく城を奪おうぞ。てか三条の方動かして合戦仕掛けようか。城を取りに行きます。山田、ふう、城攻めですか。長坂、城を落としてみせる。ここに。合戦やるまでもないけどやろ。この合戦はカットしていきたいと思います。はい、あら、金貞倒しましたね。よし、これで江戸城が落とせるはず。行きましょう。さあ、包囲していきましょう。強行でいこう。東洋出た。お聞きいただきたい。大事。城を制してみせました。はい、江戸城落としました。これで今回三城出たかな。縛り上げよ。感謝いたします。一人下りましたね。ナイス。で、帰還。よし、こんな感じになりましたね。北条から3つ取った。あ、広告寺武田が落としてる。あ、武田だいぶ戦力増やしてんな。これ武田から独立すんの結構難しくなったんちゃう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16城持っている。うちが5,10,11城。わーわーですね。二良山城、小田原城は何としても取らなあかん。それプラスこっちの方落とせればっていう感じですかね。よし、次回は小田原城落としてしまおう。北条のね、本拠地多分こっちに移動しちゃうことになるんですけど、まあそんなことよりも武田家からね、独立するっていうのが今回の重要なストーリーに含まれているから、それでやっていきましょうか。はい、ということで今回は以上。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アディオス。